釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回はフライフィッシングを楽しんできましたので、こちらの方を動画にさせていただきました。釣れてます。パラシュートです。だんだんですね、このカームス君は肩が良くなってきたような気がします。なんかですね、水面直下の方がいい、反応がいいような感じですね。完全に浮いてるというよりも半沈みの方が反応が良かったですね。もう時期的にですね、アリですとか、昆虫類やなんかをですね、干したフライも有効かと思います。100均でですね、このようなですね、魚をですね観察するようなこういう水槽が売ってましたので、購入してね、こう鑑賞するとね、なかなか綺麗な魚ですよね。なんかね、こうやってね、鑑賞するのもねおすすめですね。今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。